皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もサイレン2遊んでいきましょう。さあ前回ですね、ヤグラ1個のシナリオクリアで、これが出ました。お昼の13時第一砲台跡の三沢武明で、今回ここに挑んでいきます。シナリオ名は虚無。終了条件、ヤグラ1個の生存、砲台跡からの脱出で、ヒントは2つ。ヒント1、闇人に追われているヤグラ1個の安全を確保してください。ただし目の前の事態に気を取られていると。で、ヒント2、マップを確認して脱出口を探してください。最初の場所に戻ってみるのも一つの手です。今のは新登場。これが何？闇人？待って、この照準がね、すごいやりにくいの。はい、よし、痛い。そしてそんで後ろから撃たれる。後ろにいた、痛い。今のでですね、ちょっと待ってね、弾何発持ってんの。よし、合計110発と発煙筒。一定時間閃光とともに煙を吹き出し注意を引きつける。で、屋内で使用すると周囲の視界を遮蔽する効果もある。よし、でですね、いちこさん、そっち行って、そっち行って。どこ行ったの。まずこれ敵ね。よし、リロードしている。さあ一旦ここに陣取って、これかな、おそらくそっちの伝統場。そっか、危ない。さあいるかな、どう。あ、いましたね。うわ、そっち行った。待って、なんかこうコミュニケーションを図ろうよ。そんでどこに、これ撃たれるよ。で、今度そっちか、行き止まり。そんでずっとそこにいて。いや、移動してんな。どこだこれ。あ、なんか地下に行ったっぽいな。うー、見えなくなった。あー、またこいつか。こいつなんだ、闇人。よし、不気味すぎない。で、復活するのか。武器切り替えて拾う。よし、ナイフ取り上げて、小銃の探検、オッケー。で、次下かな、こっちですかね。あ、待って、イチコあれがどっかに行った。完全にバリっていて見えない。どこ行った。砲台跡からの脱出、どう脱出すんの。これどこに行くんだ。多分これ塞がれている、ここですかね。待って、一応チェックしよう。そこどうなってんの。
復活すんなよ。もうちょい待って。あですね、崩落している。なるほど。さあとなるとどっから帰る。あ、また来た。もう早いんだって。よし、あ、しかも強いわ、硬い。さあリロードして。まあしかし幸い弾はたくさんあるわ。んでこっち一旦地下かな。さあこっち入って、あ、で暗いわ。この周辺、あ、敵いるわ、そこにいる。あのさらに下ねと思ったら、そっか、当たってない。そこに一人。なるほど、正面に行くと敵がいる。ということはこっち行く。でストップ。あ、でそこになんかいるわ。あれなんだ、あれも闇人。あれですね、消えてったわ。あれもしかしてワープしてんの。で待って、ブルってなった。多分近くに、お、こいつか。あれこいつもナイフ持ってるわ。さっき取り上げたのに別のやつか。ということは無限に湧いてくる。で今ここにいて、上かな、上行こう。あ、でそこに敵いるわ、マジか。待って、となったら電気消して、こっち来んの。痛すぎ痛すぎ。待って待って、ま、どこどこどこ、見えない見えない。あ、そこね。待って、どう、当たってるはず。よし、あれも闇人。今の発煙筒か。あ、で、で、そこにもいた。待って、発煙筒投げる。はい、どう、あんまり効果なくない？マジか。あ、そこにいる。おし、どう？多分やったっぽい。で、リロードして。あ、やってないわ。おし。さあ、2人やっつけて。リロードし。で、どこ行くの？今ここね。あ、で、こっち塞がれてる。ということはこっちか。こっちしか行く道がない。あ、またまたこの人、マジか。ここな。となるとこっちか。先にあっちを潰した方がいい。で、右が全く無駄しか。発煙筒ダメ。ここにいた、ここにいた。危ない。さあリロードして。で、そこの人、こいつじゃなくてこいつ。あ、待って、来てるわ。あ、こいつか。よし、なるほど、おびき寄せ、これが有効。よし、でこっちね。でですね、多分こっちだと思う、南側。あれ待って、あー待って、近いっぽいぞ。どこだ、なんかワシャワシャ音がする。あ、多分この真上か。あ、ですね。よし、隠れて。よし、そっち向いた。で、その隙にどっち行くの。正面、正面はそっちか。こっち、こっちの方。あー待って待って待って、ここなんかの崩れてる。危ない危ない危ないよ。おし、
セーフ。どこにいた？あ、痛い痛い痛い。どこ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 。待て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 。1位停戦、1位停戦。よし。危ねえ、ここ。なんだここ。この真上ね。で、後ろ後ろでなんか来そうなんだよな。ちょっと待機して。あ、で、降りてきてる。ん？つまり？あ、そこに。よし、チャンス。OK！ OK が。さあ、リロードして。そんで、どっち？この上。いや、上かな。でも脱出しないといけない。どうやって？あ、多分そっちかな、もしかして。そこですかね、トンネル？あの、瓦礫を迂回してトンネルか。早く登って、マジで。で、この周辺。よし、いませんね。よし。で、この端っこから、ぴょいっと行って、もうちょい。待って、下にいたわ。おお、はい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 。元気元気。いや、こっちではなくて、もうちょいそっちなんだよな。こっち。いける？あ、いけますね。よーし。完璧。で、こっから降りて、敵いないはず。よし。さあ、降りて、で、トンネル。どう？多分こっちしかない。おしおし。で、エピソードクリア。終了条件に、矢倉一子と砲台跡からの脱出。つまり合流する必要がある。ヒント1、明かりをうまく使って戦いましょう。闇人や闇霊は光が苦手です。で、ヒント2、見晴らしのいいところでアラートシステムが作動したら、狙撃に気をつけてください。で、ヒント3、見つかる前に遠距離からの攻撃。それは狙撃の基本です。よし。さあ、こっからスタート。まずその人。あいつを。よし、やっつけて。で、降りる。まだ、危ない。でですね、そっち。待って待って。置いたんだよ。正義の味方、置いたんだよ。待って。なんかこう、優しい言葉をね、投げかけようよ。ほんで。で、ここに来る。どう？よし。で、二人で脱出する。前回は一人だった。ブレーカー、ブレーカーを上げた。地下に電力が供給された。どっちかというとこの方がいい。多分明るいもんね。とですね、あー、待って待って、スナイパーがいる。スナイパーというかサブマシンガースナイパーとですね、あ、こいつかな。いや、これ闇人。どこどこどこ。この子ね、隠すらしいんだ、あの茂みに。で、それは必要行動になってるということらしいです。あ、どこいんだ。死んだ。いや、いますね。よし。さあ、やっつけて。待って、リロード。でですね、ここら辺かな？隠れろ。よし、さあ焼いて。よし。待って。鍵？よし。で、これで行動達成。いや、こんなんさすがにわからんて。で、それとこの人、これ拾っとこう。
よし、サブマシンガンこれゲットして、でですね、次多分2人で脱出する。来い。ゴール前回と一緒かな、あのトンネルですね。多分あっちしかないもんね。よし、でこいつな、こいつは怖い。生き返る、ほっとこう。生き返った。よし、さあ滅却して、でこっちで行きましょう。でですね、次どっちに行く、こっち。敵いませんね、近くに敵おらんぞ。そこに1人。あー待って、でここで湧くんか。よし、さあ1匹とね、そこに1人、この先か。なに、電球、おし。何かなりそうですか。これ前なんかどっかで取ったな、電球ね。あ、でそこにいる、おし。さあやっつけて、電球ここでつくんか。ほんで、でですね、でこっちか。あ、でここの先には多分いらっしゃいます。あ、ですね、いますね。待って、ここにもいた。で電気消して、あとね、そこの上にいた、さっきとか前回。今おらんか。あ、待って、後ろ、くっそ、どこ、こいつか。いや、やらしいとこで湧くな、集中できんわ。他は、あ、来てますね。やっちゃって、よし、ナイス。で次そっちね。あ、また湧いたな。これ湧きすぎじゃない？でそこに1人いるわ。待って、狙って、どう？当たってない、マジで。なんでこの人こんなにエイム下手なの？どう？やったか、やってない。武器切り替え。これがな、今の申し訳ない、焦っていかない方が良かった。あの距離で意外と当たらないんですね、マジか。でこっからね、待って、押すな押すな押すな、押し、硬すぎないこれ。オッケー。あ、で待って、なんかまたこの FPS モードになった。これなんか解除できないんだけど、バグかな。まあいいか、これでいこう。でですね、次こっち、なんかね解除ができないの、ズームでしょ、下キーを押しても。あー待って待って、あ、これいったな、ですね。今の申し訳ない、マジか。この先にどうもアイテムがあるっぽいんだ。まずこいつをやっつけて、どこだ、どこに何がある。ここなー、待ってね、こいつ殺して、どこだ、こっちではない。よし、そこ。あ、ね、ここね、発煙筒投げるっぽいです、ここに。マジで電気を消して発煙筒投げる、どう。よし、え、これ、何これ、煙
手受け弦。今のは一体こんなの分かる人いんの。でですね、次どっち行く。そっち、こっから上行ける。そっち行こうか。うん、復活した。まずい。こっちよし。でここに電球つけて、もう持ってません。でですね、次こっち、あ待って、近いな。そこに今死人いますね。死人じゃないや、闇霊かな。よし。でですね、次こっち、こっち行くか。あーめっちゃ徘徊してる人いる。あ、だいぶ上にいんな。どこだ。なんかそこら辺にいたよ。あですね、見てるわ。こっち見てる。どこだ。いや、これ分からんぞ。グラフィックはなんか微妙すぎて分からんわ。ただ近いことは間違いない。行ってみよう。そこら辺か、その上かな。ちょっとズームして、いませんね。そっちではない。どうして黙ってるんですか。待って、敵をね見つけてんの。あ、そいつか。おし、そこにいた。よし、さあ殺して。オーケー、これで脱出チャンス。行くよ。で、この周辺、よし、いませんね。オッケー。これ多分来たっしょ。で、こっち。来てるね。オッケー。で、降りて。はい。で、そっち。さあ、どうかな？クリアになるか。早く早く、早く来て。いちこちゃん。どこ行ったの？どこ行ったの？よし。で、こっち。よしよし、エピソードクリア。ここ難かった。マジか、ここで三沢さんが死んでしまった。で、彼はイチコに何かを感じ取っていた。それが何か。でですね、今回アーカイブあれを見て終わりにしましょう。ケウケゲン、これすごいね。クレームで発煙筒に点火。ケウケゲン、全身が長い毛に覆われた妖怪。日当たりの悪い暗く湿った場所に住み着く。この妖怪に住み着かれた家では、家人の気が奪われるため病人が出ると言われている。めったに人目に触れることがなく、出現すること自体が稀なため、ケウケゲンと書かれることもあるという。ケウっていう感じですね。なるほど。
さあ、どうね、すいません。今回も一旦こだわりにして、次回どうしよう。結構出ましたね。五木守と長井。やっぱ気になるの長井かな。と、安倍総司。この三人ですかね。と、さらに、矢倉一子の終了条件に、これも潰していきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイートをしてくださると嬉しいです。ではね、また次のパートでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。